ドン、大変です。どうした？うちのマイケルが敵のファミリーに捕まりました。なんだ、山崎ファミリーのところに行こう。はい、行きましょう。やばいやばいやばい。ドンムトン、ベリドベリ。はい、大丈夫か？マイケル、大丈夫か？ただ打ち合わせしてるだけなんです。助かりました。マイケル。マイケルです。お願いします、はい、ご紹介しましょう、はい、山崎ファミリーじゃあ、ベンベーノとドンムと仲いい。仲良かった。山崎さん、お願いします。はじめまして、G の山崎と申します。今、オルケッタを運営しております。はい、あのドンムットネとは常に仲良くさせていただいて、今日はマイケルさんにお話をさせていただきます。はい、次の春夏のもう22年春夏です。パパは待ってました。コルペッタの、展示会ショールームに来ておりますけれども、すごい、このようにいろんなサンプルがたくさんある中で、少しずつ少しずつモディファイして、はい、ビームスのモデルをいつも作っていただいてるんですけど、もうすぐ入ってくるのが秋冬のこれかな、この辺かな。あ、そうですね、ブーツです。この辺のブーツ、これはもうすぐ入ってくるんですけども、インソールを高くして履いた時に少し身長が高くなる。なるほど。少しシークレット的な感じにしてあります。それ別注ですか？別注です、もちろん。で、そのここを高くすることによって前を変えたりっていうのがあるんで、はい、ちょっと山崎さんに説明してもらいましょうか。そうですね、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ここを少し高くしていただく。そうです、ここにインソールをちょっと高くして入れたんですけど、やっぱりそのためにはこう木型をこうちょっと準備しなくちゃいけなかったので、それ専用の木型をちょっと準備して、で、まあ、ここを高くするってことはここが出てきてしまうので、まあ、これをあまりシークレットブーツのように見えないようにこう微調整をしながら、まあ、あの木型を作ってあるっていう経緯がありました。なるほど。サンプル履いた時に、はい、マイケルと同じぐらいの身長になった。そうですね、そんなですか？僕175ぐらいの、178なので、だからそのぐらいちょっと大きくなった。2センチぐらいもしかしたら。そうですね、そうですね。こっちは表側だったよね。そうですね、はい、でこっちはあのスウェードバージョンも今回。そうですね、はい、サイドバーのタイプは表側とスウェード両袖、はい、こういう感じですね。あともう一つちょっと皆さんにお伝えしたいのが、この木があの靴の、まあ、パッソシリーズなんですけれども、やっぱりこの帰りの良さっていうのが、特徴ですので、まあ、本当にあのパッソ同様フィット感と帰りの良さで、まあ、抜群の、履き心地を皆さんに体験していただきたいなっていうモデルではあります。なるほど。買ったその日からもうあの楽に履けるのがいいですよね。そうですね。でプライスもやっぱり2万台後半から3万円台中盤っていう値段 で、ね、やっぱりすごい買いやすいプライスだと思うんですよ。ちょっとドン履いていただくことできますか？いいよ。あのマイケルと並んでいただいて。そうです、履けないから。履けないです。それはこれもちっちゃいサイズ。あ、じゃあマイケルが履いて先にマイケルも履けないです。サイズが履けない。なるほど。見てください、このコルペッタ焼け。本当だ。綺麗に焼けてます。ちょうどよくないよ。すごい。コルペッタばっかり。コルペッタばっかり焼いてる。この焼け方。コルペッタ焼けってんですね、これ。コルペッタ焼け。コルペッタ焼けです。パスト焼けでもいいんですか？パスト焼け。今、マイケルとドンで結構身長差はこう見るとあるんですけど、これが同じぐらいになると。そう、同じぐらい。イメージですね。はい。なるほど。ビームスのためにわざわざラストを用意していただいたっていう。そうです。そうですね。すごい。あとこういうのを一つ企画したりね、こうパストでタッセルつけて、まあ、これタッセル大きいんで、ああもっと小さいタッセルをつけたもの、はい、それを今別注で考えてるんですよね。なるほど。そういうので次の春夏ですか？そうですね。あと今あのデスクに出てるやり方なんかを次のシーズン考えてる。サンダルとか、ね、いいんですか？見せちゃって。どうぞ。おこの辺のサンダルとか、こういったミュールタイプ、はい、こういう感じでイメージはそうですね、はい、
これはマイケル企画です。マイケル企画。マイケルだよね、こういうの。まあ、軽い装いにどうかなっていうところ。どういった別注をされるんですか？ビットをつける感じだよね。あ、そうですね。なるほど。あとはちょっとこう、ラストもちょっとこう四角になってるので、うん、ちょっとこう丸みをもう少し見させて、うんうん、ちょっとラストも少し山崎さんの手を加えていただいて、今、すぐ進行中ですね。こっちのサンダルなんかは、ドンのさらにドンなデザインしている。ドンのドンです。ドンのドン。はい。じゃあどういった変化を加われる感じですか？これはやっぱり、次のシーズン、リネンのパンツとか、はい、結構出てきてるんで、カジュアルなアイテムに合わせられるような軽いサンダルってことで。こういうキャンバスを使ったサンダルがなんかそういう。あ、こっちもキャンバスなんですか？まあ、どうかなってことですね。あ、いいですね。上品な感じがあって、いいですね。この辺を今比較してるね。そうですね。あとそれだね、その後ろの。あ、カバンです。バック。え、バックもやるんですか？そうなんですよ。靴だけじゃないポルペッタの提案をさせていただこうと思ってまして。トリパーノっていうモデルなんですけれども。トリパーノ、はい、はい。イタリア語でチューリップっていう意味なんですけどね。オリジナルでやってるサイズがこちらでして。はい。ビームさんより一回り大きなサイズっていうのを準備しました。こういう持ち方もできるんです。巾着、はい、巾着。なるほど。これをこうスライドしていただくと、こう肩掛けにもなるので。うわー、いいですね、はい。めちゃめちゃ便利ですね。はい、すごい、なんかアイデア商品みたいな。アイデア商品だ。金具を使わずに、はい、この機能だけでこうちょっと開閉ができて、でここにもストッパーがついてるので、ここからこうずれ下がらないっていうモデルになってます。いいですね。はい、であと、まあ、ご指摘があった、こっちにはちょっとポッケがついてないんですけれども、ここに、はい、内ポケットをつける、で、まあ、携帯とかも入りますし、嬉しいですね。はい、革がすごい柔らかそうですね。そうですね。これはグレインレザーで、このしなやかさが特徴ですので、はい、その軽い装いになってきているので、リネンの、うん、セットアップですとか、うん、そういうリネンコンノンジャケット、パンツなんかにも相性がいい。春夏はこういう、ね、キャンバスが、はい、そう、次の春夏はそうですね。またさらにそういうのを考えてますね。売れ行きによってはまたレザーの、そうですね、またあまり横断ないと思います。いつもドームトーンに怒られると思いますね。バリエーションもすごいありますね。かなりこれだけあればね、うん、でサイズゲージもこうあるし。おお、すごい、こんなあるんですね、知らなかったです、うん。あれ、山崎さん、ここは一般のお客様入れないんですよね？いや、一般のお客様にも、まあ、予約制にはなってしまうんですけれども、うん、ご連絡いただければこちらに来ていただいて、ご自身の足のサイズを確認していただいて、素材を選んでいただき、まあ、ちょっとお時間はいただくんですけれども、パーソナルオーダーという形でお受けすることもできますので。あ、そうなんですね。はい、はい、あ、そういえばこの前も博士太郎さんに作ってました。そうですね、博士さんもそうなんですね。5足ぐらい、そうですね。このモデルも、私が今履いてるモデルも、はい、ご購入いただいたりとかしてますね。サイズをここに試しに来ていただくってだけでも構いませんので。プライスってどうなんですか？普通のプライスより少し。そうですね、ちょっと素材によってもなんですけれども、もう2000円ぐらいアップでのパーソナルオーダー料金としてプラスさせていただいてます。それはまあ各モデルちょっとお問い合わせいただければ、プライスの方はお伝えできます。ネットでも確かやってましたね。そうですね、いろんなモデル、そういうような形でご覧になっていただけるような手配はしてますので。あ、それですか。そうですね、こういうサイトを、ポルペッタ .jp ですね。ポルペッタ .jp、 こちらから注文できるんですね。ここから注文できるんです。そうですね、まあ、今はちょっと型数が少ないんですけれど、今後もうちょっとラインナップを増やしていきます。なんだこれ。どんどんフィギュアじゃないですか。どんどん太ります。トムトーネのフィギュア。すごい成功なフィギュア。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ポルペッタさんの、ショールーム、かなりサンプルの量があって、うん、まあ、圧巻ですよね。これを少しずつ少しずつモディファイしていくのも結構毎回面白いね。そうですね、うん、あとはこ
確かに考えてきたんだな。さてはパッと今山崎さんこちらに、はい、どうぞ真ん中に。最後締めの言葉。むちゃぶり。何のトーネのって言ったら、はい、ベロベロって。いいですね。ではありがとうございました。ありがとうございます。トーネのベロベロ。ありがとうございます。ありがとうございます。